っぱドイツで育ってきて、で親父が教師をねやっていたっていうのもあったん で僕自身も幼稚園もしくはやっぱ小学校低学年の先生とかになれるといいなって思ってて、学校で1年間教育実習やってたんですけれども、国籍を問わずに子どもたちがこぞって日本のアニメーションを海外で見てたっていうのがあって、あ、こんなに世界共通で必死になって一生懸命そして楽しんで見ている日本が世界にこう広めているサブカルチャーとしてあるんだなと思って、ちょっとそこで興味を持ったのがきっかけだったんですね。日本に来て一番苦労したことは、ずっとねあっちで育ってきたからこそ僕漢字が読めなかったので、電車だったりとかもう漢字で書かれている駅名とか皆さんが当たり前の読めるものが僕には読めないとか、まあ、ハンディキャップを感じざるを得なかったですよね。だけど寝る時間を少しやっぱ削ってでも、できれば1日18時間はずっと人と話をしよう、日本語をずっと喋りまくろう、そして日本語をいっぱい聞こう、人のできっかなとか最初思ってたんですけど、10日間20日間1ヶ月と過ぎていくうちにこれが当たり前になっていくんで、できるの反骨精神っていうんですかね、ハンディキャップを持って生まれてこそそれを克服したらもうアドバンテージで生まれた人間たちより圧倒的に強いっていうのはやっぱ感じますね。もう専門学校に入ってから、僕は2年生になってからよりそのアフレコの授業になって、もう楽しさ喜びが爆発しちゃって、一緒にお芝居をしてたみんなに迷惑をかけるくらい大きな芝居をしてしまったかもしれないけども、その時の先生がもう柿原哲也のことを全て受け止めてくれて、あなたのやっていることは正しいっていう風に受け入れてくださったのが僕の中ですごい嬉しかったので、むしろあの授業だけは必ず行ってましたね。 AMG を卒業した時にプロの業界に出たいっていう思いはすごい強かったのは本当に今でも思い出すんですけども、でも何もかもが簡単にこう自分の懐に入ってきたわけじゃなくって、台本にプリントアウトされた初めての名前は、あれはガイガーの台本で吹き替え交番表から1、2、3ページ目くらいの、むしろ下から数えた方が全然早いところに初めて自分の名前が載ったんですね。できれば上の方に名前が乗っかるようになるにはどうすればいいかって言ったら、やっぱり一番上の方に載ってる人たちの役者さんの動きとかお芝居とかガン見してましたね。分かんないことはすぐになんか教えてくださいって聞きに行ってたし、うざいな、あいつ名前なんだって名前を覚えられる方が僕はまあチャンスだと思っているので、想像力と想像力の戦いなんですね。僕らやってることってクリエイターさんが描く絵と僕らの表現するお芝居と僕ら勝負してるんですよ。アフレコでアニメーターさんが熱を入れて描いた絵に僕の叫びが及ばなかったとかって、そうなっちゃいけないんですよ。勝負だからお互いの想像力だったりとかを超えていかなきゃいけないので、超えるには勇気だと思いますよ。人と違うことをやるので、みんなが通ってる道選ばないんですよ。この学校、東京は恵比寿にあるんですけど、恵比寿駅からこの学校まで来るのにもう一番近い道がこの一本道なんですね。この道をみんな通っていくんです。で、僕もこの道が一番近いのは分かってるんですけども、ちょっと迂回したい、遠回りをする道って本当に無意味かって思うと、やっぱそうでもなくて、だからやっぱりいろんな道を通っているからこそ、あ、こんな道あったんだ、こういう抜け道もあるんだなとか、
みんなはこうまっすぐ行くけども、僕はどうやってその扉まで行こうかなっていう風に考える、だから逆から考える、いろんな角度からもの考える、そういうところに本当の近道があるのかなと思いますけどね。